大物車、大物車、大物車は特に大型の貨物を鉄道輸送するために設計された貨車の一種である。日本国有鉄道における車種記号は、し、長尺貨物を扱う長物車は基本的に床板、大枠が平板であるのに対し、大物車はそこに収まりきらない外寸、及び重量の貨物を扱うため、工述するような特殊な大枠形状をしている。 また、大重量を支えるために、多くの車輪を備えた構造になっているものが多い。大物車に積載する貨物は、特大貨物と呼ばれる。扱う貨物は、主に発電所用の大型変圧器などである。大物車は、以下のような、他の鉄道車両とは大きく異なる特徴を備える。競技の無害車や、長物車との最大の違いで、工実の特殊な構造はこれに禁する。 なお、急所に、重量品運搬車とあるので誤解しやすいが、積載重量自体は、重いとは限らず、例として、大正2年に作られた日本最初の大物車を知う、30、後の式後は、荷重30トンで1年前から製造され石炭車、お手瀬9500系、後の石1系も、同等の石載荷重を有していた。さらに極端な例では、1系の一部の車両は、 過重10トンで同時代の二軸無害車を下回るが、この形式も体積面では中央部を低くして、次に電車車体運搬を想定が車両限界を超えないように配慮されるため、やはり大物車の分類となる。大物車に積載する特大貨物は外寸が大きいのみならず、重量も一般の貨物に比べて桁外れに重い場合が多い。一方、 鉄道線路には線区により地に違いはあるが、入線できる車両の軸中に制限値がある。一軸あたりの負担重量の上限値が決められている。中で、積載重量を大きく取るためには、必然的に車軸数を増加させることになる。通常の貨車に近似である。低床式では3軸、ボギー2キーコール6軸等の常識的な車軸数にとどまる場合もあるが、 変圧器輸送用の大荷重形式では12軸以上の車軸数を持つことが常となっている。特に荷重が大きい形式ほど車輪だらけの外観を呈するようになる。ただし、シム20系のように2軸の大物車も存在する。これら大荷重形式では多軸、ボギー複数元の走り装置を持つ大枠を前後に配置し、前後大枠の間に主車体を渡して、 主車体に貨物を積載する。大物車は積載物が変圧器などの非常に効果かつ、精密であることが多いので、特大貨物を確実に運搬することを第一義として設計されており、走行性能の高さは二義的なものとなる。また、特大貨物列車は、身動きがある時に限り臨時列車として設定される。もので、他列車のダイヤに合わせるために運転速度を高めるべき。 動機に乏しい。また仮に大荷重を受け止めた状態で高速運転を行えば、走り装置や軌道には過重な負担がかかり、加熱や狂いの増加などを引き起こし、安全性は低下する。これらの理由のため、一般に大物車の最高運転速度は他の車種より低く設定されていることが多い。特に大荷重形式では、積車時は、 空車時より最高運転速度が低くなる、例、国鉄式600系の席時は、時速 45km 制限。この低速のため、特大貨物列車は、特に列車本数の多い区間では、他の列車の少ない深夜帯に運転されることが多い。大物車は、貨物の積載方法により、大きく4種類に分類される。日本国鉄及び日本貨物鉄道。 JR 貨物ではこれら各タイプに A 量から D 量までの故障を付している。B 量に相当するものは日本以外も含めてほぼ変圧器専用である。大物車は一般的な鉄道車両に比較して使用機会が少ない。しかし使用目的、輸送対象貨物の種類に合わせて搭載部、量と呼ぶは各種のものを用意する必要がある。このことから 台車などの走り装置は共通のものを使い、針のみを交換して、各種の貨物に対応できるようにしてある形式がある。したがって、以下のある分類に含まれる車両が、量の交換によってなる分類の車両として用いられることもある。弓型量式とも呼ぶ。台枠は大型の側面形状をしており、車体前後の台車部分以外は低くなっている。 車体上に貨物を上から乗せるだけという点では、長物車と使用法は変わらない。台車の走行性能は、他のタイプに比べると、より通常の貨車に近い。国や鉄道事業者にもよるが、大型貨物自動車を積載するなどの用途もある。貨物の形状や積み方の自由度が高いという利点があるが、折れ曲がった形状の入け張りを製作しなければならない。 ことから強度的にフリーで重量が重み、また吊り掛け式や落とし込み式に比べて、床の厚みの文化物の高さに制限を受けるという欠点があることと、自動車でも低床式がトレーラーに置き換えやすかったこともあって、トラック輸送の発達早いうちに置き換えられていった。英語では、リプレストセンターフラッテカーなどと呼ぶ。車体中央に穴が開けられていて、 この部分を利用して、貨物をさらに低く搭載できるものもある。口術、その他の提唱を落とし込み式を参照。ドイツ語でくちばしを意味する語から、シュナーベル式、あるいは完全輸送を意味する、ファールバール式とも呼ばれる。ドイツで開発され発展した方式で、車体を前後に分割して、前後の車体の間にまたがるように貨物を積載する。この貨物を挟み込む。 車体部分をシュナーベルと呼び、シュナーベルの下部にヒンジが備えられていて、これと貨物に設けられたヒンジを組み合わせて、吊りかけるようになっている。シュナーベルの上部は前後から強く貨物を押し付けるようにして、貨全体を拘束する。貨物の容器自体はあたかも貨車の一部であるかのようにして走行することになる。このことから、貨物の種類によって、車体の全長が変化する。また、 貨物を搭載しないときは、シュナーベルのヒンジ同士を直接つないで、車体同士を連結して改装する。搭載する貨物の重量に比して、貨車の軽量化が可能で、車両限界をいっぱいに使って貨物を輸送できることから、最大の搭載量を持つ貨車はこの方式である。しかし、貨物の容器自体にも相当の合成を有することが要求される。英語では、 トラフォーマーカーなどと呼ぶ。太い両側材からなる、出射体を高い位置に掲げ、両側材の間の空所に、髪型から貨物を落とし込み、出射体に抱えられるように積載する。幅の狭い貨物に向く、分割落とし込み式と呼ばれる形態では、この両側の針を走り装置から分離することができるようになっており、搭載する貨物の側に針を取り付けてから走り装置の、 ところま横移動させ、取り付けることで、走行状態にすることができる。吊り掛け式に比べると、同じように定床式より、積み荷の高さが多く取れるほか、吊り掛け式と違い積み荷自体の強度を要求されないとイレ点があるが、輸送することのできる貨物の幅に制限を受けるという欠点がある。英語では、ウェルホールカーという。また、自動車ではこの形式の採用が困難なため、 低照式が大型トレーラーに置き換えられた後も使用され続けた。なお、日本ではこの形式の車両が生まれるのが遅く、昭和10年の式80型が第1号になるが、これ以前にこの形式の貨車が必要な大物輸送があった場合は、材木車2両に積み荷を支える棒をつけた後、積み荷をそこにカゴのようにぶら下げて運搬したり、九州地方の石炭車、 セラ1型なども落とし込み式同様に、墨箱を大枠中央の空洞に落とし込んでいるため、これの墨箱を外して使用していた。これ以外に、会場用 ISO コンテナを2段積みする、アメリカのダブルスタックカーの下段となるコンテナを、積載する構造は、落とし込み式の大物車に類似する。定床式のうち、定床部分を分割できる方式である。 低床部分に貨物を搭載してから横移動させて走り装置に取り付けて走行状態にすることができる。貨物を搭載する部分の構造は量の種類によって大きく異なるので分類の欄で示す。大物車の走り装置の部分は多くの台車で構成されており、それらを組み合わせてうまく荷重を分散させ、また機関車の牽引力を伝達できるような構造になっている。 搭載する荷重が増加すると、車軸を増やして一軸あたりの荷重を線路が耐えうる範囲に収める必要が出てくる。このことから当初は二軸よりも多数の車軸を備えた多軸台車が設計されて用いられた。しかし、多軸台車では曲線を走行する際に一部の車輪のフランジがレールに強く当たることが問題となり、次第に複数の台車を組み合わせる方式に移行した。 複数の台車を組み合わせた方式では、曲線走行時に複数の台車間の位置変化を吸収するために、台車と二受量の間に中間の構造が設けられている。この構造を枕枠と呼ぶ。枕枠には下部に台車の心皿と組み合わせられる部分があって、荷重を伝えながら台車と枕枠の相対的な回転運動を許容しており、また、 枕枠の中央部分に、荷受け量の荷重を受けながら、相対的な回転運動を許容する心皿がある。さらに台車が増加すると、枕枠と台車の間にも一段階の構造が追加される。これを、台車上枠と呼ぶ。台車上枠の下部には、台車の心皿が来て、また上部には、枕枠を支える心皿がある。台車上枠を備えた大物車でも、 枕枠の下部のうち一方は台車上枠に荷重を伝えるが、もう一方は台車に荷重を伝える構造のものもある。心皿は針や台枠と台車の間で荷重を伝達しながら回転を許容する仕組みになっている。しかし車種によっては荷重を伝達する部分と回転中心を別に持つような構造になっているものもある。連結器は台車上枠があるものでは、 台車上枠に、台車上枠がなく枕枠があるものでは、枕枠に、枕枠がないものでは台枠に取り付けられているのが一般的であるが、中には台車枠に取り付けられているものもあった。機関車からの牽引力の伝達は極めて複雑であり、心皿の浮き上がりや脱落が発生したり、多行動やローリングを引き起こして、和への不均等下脱線を引き起こす危険性がある。 こうした問題への対処として、ローリング抑制装置などが設けられているほか、上述した設定最高速度の制限もこれを一つの理由とする。現在使用されている大物車は、シム1型を除きすべて式である。これは、JR 貨物が自動車輸送と競合する30トン級以下は不利と判断して荷重が30トンに満たない形式は、電車輸送に使用する。 シム1以外継承なかったためである。式700型は、自長111.4トン、荷重280トン、28軸を有し、狂気鉄道用では、世界最大とされる貨車である。形式名の後の括弧内は、車両の所有者。所有者が、鉄道事業者でないものは、私有貨車である。一部の形式は、同一車両で複数の積載方法を選択できる。 構造になっている。この場合、針には、その、量の種類を示すアルファベットの記号を、車両形式末尾に付加して表記している。例えば、式290系の場合、A 量、B 量、C 量があるので、A 量には、式 290A と表記されている。また同じ分類の針を複数持っている形式もあり、例えば、式線系の場合、D 量が2つあるので、式線 D1。 式船 D2 のように表記されている。大物車で輸送されるような特大貨物は、他にトレーラーや貨物船で輸送されることもある。これらの輸送手段との長短は以下の通りである。これらの特大貨物は、設計の段階でどのような輸送手段を用いるかをよく検討しておく必要がある。輸送手段に合わせて貨物の大きさや、 筐体の強度などまで専用に設計されている。列車法やミサオ重車は大重量を扱う関係で多軸であるなど構造的に大物車と共通点が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。